ので、ただいまから抗議行動を行いたいと思います。本日は総がかり の、 あの若者たちが主催していますけれども、緊急の呼びかけにもかかわらず本当に寒い中ありがとうございます。皆さん、このいっぱいコーンが敷いてありますけれども、この中に閉じ込められていること自体本当に不当なことなんです。イスラエル大使館はこのもっと奥なんですね、奥なんですけれども、そこまで近づけさせずにこうやって私たちをコーンの中に閉じ込めておく、これは本当に許しがたいというふうに思います。まずそのことを私たちは抗議したいと思います。さて、今からあの抗議行動を行いますけれども、あのいくつか注意点があります。まず今日はたくさんの方が集まっています。譲り合ってコーンの中、そしてこのセブンイレブン側にも抗議スペースありますので、こちらの方に集まって一緒に声を上げていきたいと思っています。また今回の行動中に何度も申し入れ行動を行います。イスラエル大使館前に行って申し入れ行動を行うんですけれども、これも大変不当な扱いで、あの最大5名までという人数制限されています。メディアの人はノーカウントなんですけれども、まあ、市民は5名までということで、5人編成を組んで、何回もピストンで行こうと思っています。イスラエル大使館前で私たちが用意した要請文を読んで、投函というんですけれども、ポストがないんですね、イスラエル大使館には。なので敷地内にあの投げ入れるっていうような状態なんですけれども、まあ、この行動を何回も行おうと思っていますので、私たちがこれから申し入れ行動に行く人を呼びかけますので、その時には私一緒に行きたいという方はぜひですね、あのこちらに声をかけていただけたらなというふうに思っております。それではまず最初にイスラエル大使館に向かって皆さんで怒りの声を上げていきたいと思います。フリー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 パレスチナフリーフリーパレスチナストップストップジェノサイド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 ドントアタックガーザ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 ドントアタックパレスチナ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 Shame on Israel! Shame!
シェイモンユー。ありがとうございます。今日はこんな感じで、場所も狭いのでどんどんコールをしながら行動を行っていきたいと思います。本当に病院を爆撃したり病院に侵略したり、もう許しがたい状態になっています。保育所から出された子供たちの姿見ましたよね。あんなこと絶対私は許してはならないと思います。今から申し入れ行動を行いながらこのコールを続けていきたいと思います。まず申し入れ行動を何人かできますので、一緒に行きたい方は声をかけてください。まずどういった申し入れの内容かということを今読み上げたいと思います。駐日イスラエル大使ギラッド・コーヘン様、ストップ・ジェノサイド・ユース・アクション参加者一同、イスラエルをガザへの地上戦と空爆を今すぐやめろ。被告の空爆、そして地上戦の侵攻により殺されたガザ市民は1万人を超えました。被告はガザの病院周辺や救急車、難民キャンプなどを狙って爆撃を繰り返しています。さらにはガザ市最大のシュファ病院に軍を突入させ市民を虐殺したことは許しがたい犯罪行為です。機能がストップした保育機関が出され、亡くなっていく子どもたちに一体何の罪があるというのでしょうか。こそ殺された子たちの方たちの 40% は子どもです。約1ヶ月間の間に1万人以上の市民の命を奪うことはゼロ歳で行りません。今イスラエル大使館前に集まる市民たちは即時の停戦を求めています。これ以上市民を殺すな、空爆やめろ、やめろやめろ、地上戦やめろ、地上戦やめろ、子供を殺すな、子供を殺すな、虐殺やめろ、虐殺やめろ、国際法を守れ、国際法を守れ、という申し入れです。申し入れ行動の時には拡声器持ってっちゃいけないんですね。なので申し入れの中にスプレーコールを盛り込んで、向こうでもスプレーコールありますし、こちらでもスプレーコールあげたいと思いますので、まず第1弾として申し入れ行動を行きたいと思います。ではマイクをこれから順次青年たちに配りながらやっていきます。これやろうか。まず行きたい人を編成したいんだけど、とこれ会です、はい、あと青年ピッチになる、あと2人、じゃあ伊集院、皆さんお疲れ様です。総学会青年 PT の高木です。あと2人、ちょっとあと2人、はい、いける人があと2人、あと2人陽性ボトル、はい、じゃあ、あともう1人、あともう1人、誰かいませんか。あ、じゃあちょっと待って、ちょっと待ってね。あとメディア、まず1人、メディアのおかんメディアのおかんだから、メディアね、女性次のサイクルでまた呼びかけしますんで、はいはいはい、じゃあお願いします、うん、連日悲しいニュースが続きます。本当に保育器から出された子どもたち、また子どもだけじゃなくて多くの若者、青年、女性、ましてやお年寄りなど多くの人が亡くなっています。こんなことが許されていいのでしょうか。許せない。私たちは大きな声を上げて、1日でもたとえ1分でも1秒でも早く停戦を求めていきたいと思います。皆さん一緒に大きな声を上げていきましょう。フリーフリーパレスチナ、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 ストップストップジェノサイド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 、ストップ
イスラエル、シェイムオンユー、 USA、シェイムオンユー、 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 岸田、シェイムオンユー、 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 爆撃やめろ、 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 爆撃やめろ、今のとてもひどい虐殺といえる人殺し虐殺の行為、これに至った中でイスラエル大使館前、またさまざまな場所でのデモ行動などに立ち上がる全国の皆さんがいたこと、私もネットまたニュースの中で目の当たりにしながら、私自身がどのように行動しようかということも、実はこのパレスチナやイスラエルの歴史について私自身がきちんと関心を向けて見てこなかったということが、あったことが私の中で非常に大きくあって、私自身がどういった行動をしようかといったことが非常に悩んだというか、どういうふうに考えたらいいんだろうかというふうな時間が私の中で長かったんです。
けれども、もうこの最近のガザ地区の中でのひどい状況について、ニュースやまたネット SNS の中で子どもたちが殺されている状況について見ている中で、やはり声を上げなければいけない、行動しなければいけないというふうに考えて、今回イスラエル大使館前のこの抗議行動を総係行動青年 PT として行うことに私も賛成しました。よしよし。私たち総係行動青年 PT は人を殺さない、殺したくもないと、また殺すことに加担をしたくもないということをこの3年行動をしてきました。事故でもなく、病気でもなく、災害でもなく、人が人を殺す、こういった状況に対して私自身がガザに行くことや、またイスラエルに行ってもう停戦しろというふうに言った、そういった行動ができることはありできないという状況に対しても、けれども今いる私の今住んでいる足元で即時停戦を訴えること、またこのイスラエル大使館前に足を運んで声を上げることは少なくともできるんだということで、私も今回皆さんと一緒に声を上げることができます。また同時に言いたいのが、日本政府に対して今のイスラエルの虐殺といえる行為に即時停戦をといったようなきちんとした対応、働きかけをきちんとしてもらいたいということも、この場所で私は声を大にして言いたいと思います。よし、ではコール行います。後に続いてください。よろしくお願いします。よし、フリーフリーパレスチナ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 、フリーフリーガーザ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 、フリーフリーパレスチナ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 、一緒に行ってください。5人までなんです、先着順で。また次も第2弾第3弾行きますので、順々で行きます。はい、じゃあ先ほど申し入れ行動から帰ってきた仲間が来ていますので、報告を兼ねてお願いします。よし、
お集まりの皆さん、こんばんは。青年 PT の伊集院と申します。先ほど申し入れ行動から帰ってまいりました。申し入れ行動の実態、皆さん、お知りならない方もいらっしゃると思うので、簡単にどんな状況であったか説明させていただきます。まずイスラエルの大使館の前に着くと、申し入れ行動といっても受け取る人がいるわけじゃないんですね。すいません、ちょっと音響がトラブルがありました。イスラエルの大使館の前に申し入れを受け取る人はいません。駐車場も開閉できる車輪がついた扉が閉まっています。その10メートル以上でしょうか、遠くに小さな扉が見えます。その前のアスファルトに紙を差し入れ、こういった状況です。これですら5人までしか通れない、5人までしか行けない、こういった警備状況になっています。おかしい、文章すら受け取ろうとしない、おかしい、おかしいだろう。いろんな歴史の経緯があります。いろんな流れがあります。いろんな思いがあります。それは様々なものがあります。ただどんな理由があろうとも虐殺をしていい理由にはならない、私は強くそう思います。私たちがいる日本とパレスチナは遠く離れています。だけどここからでも声を上げることは無力じゃないと思います。そうだ、一緒に声を上げ続けましょう。よし、コールいきます。よし、フリーフリーパレスチナ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 、フリーフリーガーザ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 、ストップストップジェノサイド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 、ドンタタックガーザ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 、ドンタタックパレスチナ、ドンタタックパレスチナ、ドンタタックパレスチナ、シェイムオンイスラエル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 、シェイムオン USA、シェイムオン 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 USA、シェイムオンキシダ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 、イスラエル、シェイムオンユー、シェイムオンユー、イスラエル、シェイムオンユー、イスラエル、シェイムオンユー。Shame on!
言う、岸田氏も言う、爆撃やめろ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 、子供を殺すな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 、虐殺やめろ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 、地上戦やめろ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 、今すぐ撤退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 、国際法を守れ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 、人を殺すな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 、今すぐ停戦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 、空爆やめろ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 、フリーフリーパレスチナ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 、フリーフリーガーザ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 。今から第2弾の足立さんの防災行動に来ています。それでは続きまして、今日は新藤さんに発言をお願いしているんですけれども、多分ものすごい人なので、皆さんこんにちは、新藤と申します。この間の8月まで私はパレスチナにいました。今パレスチナにルーツのある仲間とか、この間デモをやったりして、パレスチナにルーツのある仲間を助けてる人たちも来てるんですけど、本当に私たちは今本当に1秒以下の時間の中に生きています。でちょっと時間がないので、本当に重要だと思うことを3点だけ伝えます。今私たちがどういう状況にいるかというと、私はその10月8日、このこと自体は75年以上にわたることですが、この間10月8日以降発信を続けてきましたが、私は西岸 のヘブロンとジェニンというところに主にすごく本当に家族と同じくらい大事な友達がいましたが、ジェニンで本当に自分とずっと関わってきた人の近くにいる人が亡くなりました。そしてガザの中からもメッセージが届いていますが、ガザの中にアリアさんという女性がいるんですけれども、その人の友人も亡くなりました。少し前にガザ のアリアさんという女性は、皆さんの平穏な日常を妨害してごめんなさい、私たちは静かに死んでいきますというふうに書いていました。私たちは本当に今、私自身は本当にこの虐殺を止めたいと思っていますが、本当に今1秒以下の時間の中に生きています。今までいろんな、本当にどういうことが起きているかということを伝えてきたんですけど、今あまりにもフェーズが変わっているので、本当に重要なことだけを伝えたいと思います。今ここにハニーという女性や、ここにザックという仲間がいたりして、パレスチナのことを伝えたり、若者チームでデモを企画したりしているんですけども、彼女は空爆されたアルハラ病院というところで生まれて、彼女の家族はハンユニスという今南部のところにいるんですけど、今日の夕方にそのハンユニスに南部に、最初南部に避難しろって言ってたのに、南部にもビラを配ってさらに何かしようっていうことをイスラエルの、イスラエル政府が言っています。イスラエルの目的はガザだけじゃなくて、結局西岸も欲しいということなので、その本当は殺すことじゃなくて民族浄化をすることが目的です。でこの後人道タリカッコ付きの人道の文脈で、国際社会がラファの検問所を開けて避難をすればいいとか、移送しなければならないということを、日本も含めて国際社会の特にリベラルな人たちが助ける意味合いでそういうことを言い出す可能性があるけど、パレスチナの人たちはそれは望んでいません。自分たちのふるさとに生きていたいと思っていますし、そうあるべきです。だから私たちは今すぐ停戦を要求して、今起きているこの虐殺を絶対この
占領がおかしいということをここにいる一人一人の人が今こうやってデモに来ているだけじゃなくて他の人にも伝えなければなりません。必ずこの後人道の文脈で避難とか移送のことが語られますので、それが間違っていて、パレスチナの人たちは自分のふるさと、自分たちが生きていくところ、自分たちの家族がいるところを守りたいんだということを覚えておいてください。あと本当に数日したらそういう議論になると思います。で、最後に1点だけ、今日パレスチナの仲間だったり、この後私たち自身もこういう本当に一人一人の方がこうやって集まってくださっていることがたくさんこれからも続くので、どうか本当に皆さん力を貸してください。本当にこの虐殺を止めたいと思っています。ありがとうございます。皆さんこんばんは。私は青年 PT の高野と申します。今本当いろんな仲間から発言がありました。私もニュースであったりは旧ツイッターとかの情報を少し見る限りでも本当に悲惨な現状がこのパレスチナに、起こっております。本当に見るに足りない状況なんですけども、私たち今こうやってここでこう声を上げること自体も本当に意味のあるものであるだと確信してますし、で私たちこのちょっと遠くでですね、隔離されたところで抗議行動させられてるんですけど、しっかりと皆さんの声がこれ今までのこのイスラエル大使館に届いているんだと、この間の交流の取り組みも含めて感じています。今申し入れ行動の今 2回行っているところで4回やってるそうです。で、テーマなんですけども拡声器とかも使えない中、こうやって地声でこう声を上げなきゃいけないという状況なので、今回ですね、このコールをしっかりと続けて、ちょっと声とかね、なかなかちょっと体力的にも厳しい部分あるのかなというふうに思うんですけども、しっかりと声を上げて、これで5人しか行けてないこの申し入れのみんなを後押ししていけるように、引き続き大きな声でコールやっていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあこれでいきます。フリーフリーパレスチナ、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 フリーフリーガーザ、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 ストップストップジェノサイド、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 逆殺やめろ、逆殺やめろ、逆殺やめろ。
ぐ停戦、今すぐ停戦、空爆やめろ、私のお父さんが
1950年でイスラエルのハイファ、パレスティナで生まれでした。私たちのグレートグランパレンツがアウシュビッツで死んだ。私たちの家族はちょっとね、ザイオニズムを考えるが本当に強い。私の家族と今あまり話しません。私たちの家族はもう今米英とイスラエルの軍 IDF でセットメントでまだ働いている住んでる。でも私ユダヤ人が私の声から本当にありがたいです。皆さん、皆の東京の人ありがとうございます。私たちのパレスティナの近所が本当に、the situation は本当にやばいですね。皆さん、遠くで知ってます。広島から私たちが毎日毎日41日ぐらい毎日夜で平和公園で座ってて、We're praying and asking for help from the people of Japan 毎日毎日。私も今沖縄から戦争反対のデモに参加しました。沖縄の沖縄の問題、基地の問題、米軍の問題はパレスティナの問題は同じです。米軍の占領はどこでも悪いです。汚染とか Women's violence against women とか悪いことが多いですね。イスラエルは米軍からいっぱいお金もらいます。 This fight is not just about religion. This is not a religious war. This is a war against the people of Palestine. And this has been a struggle for 75 years.And I, as a Jewish person and as a descendant of Holocaust survivors, refuse to participate. I also have an Israeli passport and an American passport. I have dual citizenship and I refuse. I stand here in front of the embassy of what is my supposed country, but I have no ties to this country.This is the land of the Palestinian people, and it should be the land of the Palestinian people. And I'm so proud to be here tonight with every single one of you, standing together strongly against violence, against hatred, against Islamophobia, against anti-Semitism, because it is not anti-Semitic to critique Israel and to demand a ceasefire now. Ceasefire now! Ceasefire now!NPT の笠松と言います。一言だけ喋ります。日々イスラエルの虐殺が報道されるようになって、日々、怒りと無力感と懸念に苛まれています。個人にできることは限られているし、現実問題の虐殺は一向に止まる気配を見せません。でも何もしないだけにはいかないので、今日ここに来ています。よし。虐殺を止めましょう。よし。よし。止めましょう。皆さんお集まりいただきどうもありがとうございます。私は都内の私立大学で、もともと前からそのゼミとかでガザやイスラエルについて勉強していて、
で今回この10月のこのイスラエルによるジェノサイドこれが起きて今回こういう行動に参加しようと思いここに立っています。で皆さん今イスラエルによってガザ地区に対して行われているジェノサイドだとか非人道的な攻撃、そっちでずっと前からこの今回のジェノサイドが起きるずっと前からガザに対してそしてウェストバンクに対してもずっと行われている攻撃、これは皆さんとてもよくご存知だと思います。そして今回皆さんはここに今回のこのジェノサイド虐殺を止めるために集まっているわけですが、じゃあ一体私たちは何をすればいいのか。確かに私たちはイスラエル大使館の前にこうして集まって、まあ、こうした規制線だとか警察によって、まあ、イスラエル大使館の前には行けないけれども、私たちのこういった反戦の声をイスラエル大使館に届けることができています。しかし私たちの暮らしているこの国ガザからはかなり遠く離れていますが、この国からじゃあ一体ガザで起きている虐殺、これをどういうふうに止めるのか、そう考えたときに私たちが一番抗議しなければいけないのは、もちろんイスラエルに対して抗議することも大切です。それよりも岸田、そして日本政府、今ある日本政府ずっと曖昧な立場を取り続けています。ウクライナの時はちゃんとウクライナのために反戦決議をしたり、ロシアに対して経済制裁をしたり、そういうことをしてきたのに、今回はイスラエルに対して何の経済制裁もしてないじゃないですか。明確にウクライナとガザ、これを差別してるんですよ。じゃあ一体彼らがなんでそんなことをしているのか。イスラエルはこの今回の侵攻が始まるずっと前から西側諸国、ヨーロッパやアメリカ、そして日本と並んで自由で民主主義を大切にしている国なんだ、そういうふうに彼らは国際社会でアピールをしてきて現在の地位まで上り詰めたわけです。だけども今回起きているこのジェノサイド、ガザ地区に対して病院や学校にまで攻撃している、これのどこが自由で民主主義的な国なんでしょうか。私にはとてもじゃないけど、私たち日本がよく主張しているような自由で民主主義的な価値観、そういったものには決してそぐわないと思います。そして日本が現在そうしたイスラエルに対して曖昧な態度を取り続けて、そしてガザへの空爆、これに加担し続ける限り、私たちはイスラエルと同時に日本政府に対してもしっかりと抗議をしていかないといけないと思います。今ここに集まった皆さんの声をよりさらに大きなものにして、イスラエル、そして首相官邸、国会前、日本政府に対して抗議を上げて、ガザで起きているこの凄惨な虐殺を皆さんで止めましょう。先ほどから、日本語に近いコールが行われてきたので、まあ、私ぐらいになろうということで、英語系のコールもしていきたいと思います。酔っ払いはもっと向こう行って。
それではですね、引き続き今、報道もなっていますので、皆さんと声を上げていきたいと思っています。ちょっと妨害者が来ているんですけれども、ちょっとそれは放置してやっていきたいと思います。姉さん無理だよ。この保育器から出された子どもたちがだんだんと泣き声も小さくなって死んでいく、そういったところを私たちは黙って見過ごすことはできません。今1万人以上の子どもたち、そして人々が殺されています。小丸さん、これを私たちは沈黙することはできません。イスラエル大使館はいつも申し入れに行っても人誰も出てこないんです。今仲間たちが何度も行って申し入れ書を置いてきています。一生懸命作った申し入れ書はゴミくずのように敷地内に投げ入れなければならない。本当にひどい態度だと思います。こういう態度を続けている限り、私たちもここで声を上げ続けていきたいと思います。フリー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 ストップストップジェノサイドFree, free, 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 free,
このなのでちょっとこの妨害を頼むける大きなスペースコールでみんなで頑張り合いたいと思います。すいません、ちょっと7時過ぎているんですけれども、この妨害者がちょっと今いますので、ちょっと負けたくないので声を上げていきたいと思います。私たち真っ当なことを叫んでるわけですよ。人を殺すなと言ってるんです。これに対して妨害するって一体どういうことなんだ。ではもう一度コールをして終わりたいと思います。フリー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 。ありがとうございます。反対する人たちがいるのって本当に恥ずかしいです。今日はここに900人の市民の皆さんが集まりました。あまりにもイスラエルがやってることひどすぎるじゃないですか。私たち声を上げ続けましょう。国連安保理でも休戦の決議が採択されました。アメリカ、あのアメリカさえも棄権できなかった。押し付けができる、うざいよ。押し付けができなかった、意見発動できなかった。これは全世界の私たちの行動の表れだと思っています。私たちは諦めず声を上げていきましょう。次回の行動提起をしたいと思います。今週の日曜日、今週の日曜日夕方4時、夕方4時に新宿のアルタ前、そこ歩行者天国になってるんですけれども、東口広場に集まってください。新宿の東口広場に夕方4時に集まってください。5時からデモに出発します。5時から新宿のデモを出発します。銀座、渋谷とデモをやってきました。次は新宿です。次は新宿で行います。今週の日曜日19日夕方4時にアルタ前に集まってください。そして次の行動ですけれども、11月24日は昼間になります。平日の、午後1時から夕方の5時までこのイスラエル大使館前で座り込みを行います。でも平日の昼間来れる方少ないと思いますけれども、まずは19日の日曜日に夕方4時から、新宿の東口集まっていただきたいと思います。5時からデモ出発です。本日は900名の市民の皆さんが集まりました。諦めずに声を上げていきます。